外ライブラスト大鳥三役バンド始めます。
こんにちは、三役バンドです。私すごい自分のこと嫌いなんですけど、あの三役になった当時の、あの私なんか自分が嫌なことあった時になんかあの携帯にメモしとく習慣があるんですけど、その三役成り立ての頃のメモ見返したら、私がいるせいで三役の話し合いが円滑に進まないとか、最初めっちゃ仲悪かったんですけど、私がいるせいで三役仲悪いんだとか、すごいそういうメモがいっぱい見つかって、でまあ別に今も私自分のこと三役に必要な人間とかは別に思わないんですけど、でもこうやって最初伊豆健のことを伊豆健くんって呼んでたり、なんか合宿かなんかで三役バンドやろうって誘ったら優作くんに仲悪いからまだ無理だよみたいな言われたりしたんですけど、でもこうやって1年間通してまあ最終的にこうやってバンド組めるまで、まあ、今回のバンドは優作くんにまだ仲悪いからダメだよって言われてないですし、ということで仲良くなってたのかなって思います。すごい私もアメミンに居場所が増えて嬉しかったです。最後だしピンボやっちゃおうかな。皆さんレゲエは好きですか？Oh,
今愛理が初ピンボをやったということで、ちょっと私もなんかやってみたいなみたいなあるので次俺ちょっとピンボ初挑戦したいと思います。イエーイ。ですけど全然練習日程が合わなくて、で昨日の深夜に深夜練をしたんですけど、まあ、今日っていうのかな、今日やったんですけど、その時にもともと6曲やる予定だったんですけど、うち2曲しか残らずプラスで他の2曲持ってくるっていうなんかそうなんか結構ギリギリになっちゃったので、クオリティはあんま高くないかもしれないんですけど、一緒に盛り上がってくれると嬉しいです。お願いします。ってことで、私が大好きなラッドウィンプスの曲歌っちゃいたいと思います。よろしくお願いします。
ラバイバイバイララバイ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 ありがとうララバイララバイララバイバイバイララバイ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 また会う日までまた会う日までまた会う日までララバイララバイララバイバイバイララバイ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 ありがとうございます。次で最後の曲なのでその前にちょっと MC をしたいかなと思います。私はすごい言葉にするのがすごい苦手で、なんか私インスタのストーリーに今全部のバンドの投稿してるんですけど読んでくれてやってる人がいたら嬉しいなと思ってるんですけど、でありがとうありがとう。なんか文字にするのは結構得意なんですけど、だからなんか思う人もいるかもしれないですけど、なんだこの長文はって思う人もいるかもしれないですけど、文字にするのは得意だけど言葉にするのが本当に苦手で、なんかこうなんか私すごい緊張症だから、こうやって今ここに立ってることもすごい緊張しちゃうし、言葉にするのが苦手なんですけど、でもさっき慎太郎くんが言葉にしないと伝わないよって言ってたので、ちょっと頑張って言葉にしたいなって思います。最後なのでね、なかなか三役に感謝を伝える機会がなかったので、三役の4人に感謝を伝えたいかなって思います。私1年間部長をやってきて、で1回だけなんか本当にもうめっちゃ辛くて、なんか本当にめちゃくちゃ病んじゃって、学校に行けなくなっちゃった時があって、その時のことを今でも思い出すともうすごい苦しい気持ちになるんですけど、その時やっぱり支えてくれたのは三役だったかなって思います。部長会議出てくれたりとか、本当にいろいろ私ひまわりは悪くないとかいろいろ言ってくれて本当にありがとうございます。その時以外にもみんなたくさんサポートしてくれて本当に感謝でいっぱいです。この人たち、この三役はなんかすごい人をいじったりとかバカにしたりとかすることがめっちゃ大好きな人たちで、なんかいつもそんなんばっかで盛り上がってんですけど、でも、まあ、意外とね、意外と、まあ、ナナさんも言ってたけど、みんな真面目な人たちで、本当は根はめっちゃ真面目 で努力家だし、めっちゃ楽器も頑張ってるし、本当にそんなね、そんな三役の雰囲気が私は大好きでした。ね、一緒にみんなで6月くらいだったかな、分練に押しかけて5人で行ったりとか、直談判しに行ったりとか、あとは何だろうな、まあ、くだらない下ネタで笑ったりとかあとは何だろう、まあ、昨日その深夜にしたんですけど、最後こう、まあ、最後通す時にね、なんかこう最後なんか伸ばしたりするじゃないですか、音もうなんか全然終わんなくて、音がずーっと伸ばしてるんですよ、ずーっとずーっと伸ばしてて、でだから今いずけんなんてもう壁叩いてて最後もうよくわかる、スネア持ち上げて壁叩いてるくらい、もうずーっと伸ばしてた音な何分やるんだろうなみたいな、ずっと。でもそんな毎日が私にとってはすごい大切な時間でした。1年間この4人と一緒に三役として頑張ることができて、私はとても嬉しいです。1年間ありがとうございました。最後の曲はみんな知ってる曲だと思うので、一緒に盛り上がってくれると嬉しいです。三役バンドでした、ありがとうございました。ちょっとだけ時間ください。
じゃあ最後の曲やりたいと思います。桜酒。I'm not afraid to die.
あの完全撤退まであと20分しかないんですけど、どうしよう。嘘